い、どうもりです。ついにですね、ナンバセンドンブラコという、スプラ2に出てたステージが、スプラ3で復活したということで、支給武器がハテナ武器なんですけど、今日はこちらで戦っていけたらいいなって思います。実はですね、出た瞬間に僕動画撮り始めたんですけど、なんかマイクが、猫ちゃんが線を抜いてたみたいで、声がマイクに入ってなかったっていう。喋って、せっかく、30分近くかな、一人やってたんですけど、まあ、なくなっちゃったので、まあ、それはしょうがないので、猫ちゃんも可愛いので許して、再び、まあね、もう一回できるのはね、プラスでいいでしょう。いいことでしょう。ということで、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、マッチングしました。ナンバセンドンブラコということで、新しくなったサーモンランなので、まあ、難しいか難しくないかって言われたら難しいんじゃないですか？俺はスプラトゥーン2でやってた、あ、来た、クマさん印のワイパー。これね、長押しすると、結構いろんな敵、大物鮭倒せたりするんですよね。で、長押しなければしないで、こういう、弱々鮭ちゃんたちが余裕で倒せるので、これもこのままいけちゃうので強い。普通に振ってるだけでね、ここら辺倒せるんですよ。これ強いよね。ただ、使い方間違えると一気にきついし。あー、これどうしよう。弱物を処理するか。弱い鮭をちょっと処理して。で、ただ塗りが弱いんですよね。戻ろうか。一回戻ろう。みんな、俺一回戻るから、みんな戻るかな。ノラでやると、ドンブラゴのステージ上、縦長なので、ま、肩パッド当たっちゃったり、ほら、これ呼べなかったりするによ。いや、これも行くか。行くしかない。しゃあないですね、これもう。本当は呼びたいけど。友達とかで、あー、味方やられたね。あれは助けに行ってくれてるので、俺は後ろで。やられちゃったけど大丈夫だな。確かホップソナー置いてたの見えたので。いや、任せるよ、そっち。いや、本当は俺が倒しに行った方がいいんだよ。いや、これ。これはきつい。いや、これきつい。倒すか。とりあえず話にならないから直さないと。で、多分足りないからちゃんと入れよう。OK、あと2個。あー、持ってきてくれてる。ただ届かない。届かない。ちょっと届かない。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 いや、射程なさすぎるって。これね、俺がね、鮭たちを倒しに、これミスマッチですね。通話してれば、あ、そう、俺行くよって言えるんですけど。まあ、OK。ノルマ、納品意識しっかりしないと、このステージきついな。どんぶらこ。スプラ2でもきついと思ってたステージだからさ、またワイパーじゃん。ずっとワイパーじゃん。最初ちょっとワイパー難しいな、使いづらいなって思ってたんだけど、だんだん慣れてきたので、もう、チャージと普通の攻撃が使い分けれるようになりました。ちょっとバッチってくるかな。ダイバー呼びたいけど、呼ぶか。あ？死んでる。あぶね。いや、一回入れに行こう。うん、どうしよっかな。呼びたいけど。まずはここでしょ？まずはこっち倒して、入れて。まあ、ぶっちゃけこれ投げていいな。普通に殴れば倒せるけど。見る必要もない。OK、入れといた。俺が入れといて。ただ、射程短いんですよ、これ。なんか。ほんと、ゼロ距離で当てないと倒せないような武器で。よいしょ。これさ、いいや。あー。拾いに行きたいけど。なんだこれは、コウモリか。あ、でもここに敵いっぱいいるから。チャンスなら助けてください。ありがとうございます。飛ばない。 OK。 一応ね、殻に閉じこもってる雨とか鉄板余裕で倒せるんですよ、この武器。うれ、ほら普通にね、殴れば倒せる。これが強いんですよね。で、他のシャケにはピョンって振ってるだけでこの倒せるので強い。クマさんシャケ強い。クマさん武器強い。俺は強いと思っている。ただ、癖が強いので、慣れるまでが
大変だ。二回連続クマさん武器いいね。俺一人でやってる時ね、いっぱい出たんですよ、クマさん武器。次も、あ、次？あ、次、あの、軽い。軽いドライブワイパーだ。パチモンです。パチモンつまませられたわ。さっきの使ってからこれ使って、違和感が。クマさんの後の普通のワイパー、しかもジムワイパーでもない、ただの軽いワイパーは。違和感がすごい。うぅ、よくねえ。ほい。よいしょ。威力が弱いんですよね。連射はできるけど。オッケー。こっちから向けてね。ほい。この鮭も倒させてもらいますと。よしよしよし。いけ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 。ナイス。ぶっちゃけね、どんぶらかこの艦長の下の方が楽だわ。縦長が一番難しい。さっきの満潮が一番難しい。これ入れたい。入ったかな。入ったね。いいですね。この雨も倒したいな。見るかな。一人でやりきれる。オッケーオッケー。待って、間違って間違って味方助けとして投げちゃった。あるある今金の玉投げちゃった。味方に。いや、全然入れに行けないんだけどな。あ、でももうあれじゃん、3だから。いけるいける。ほい。雨が痛いな、雨が痛いな。これ雨きついな。雨きつい、雨きつい、雨きつい。オッケー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 。死んじゃうかも。オッケーオッケーオッケー。なんかトリプルワイバーの、あ、じゃあトリプルワイバーじゃないよ、トリプルトルネードの攻撃力も上がったらしくて、倒しやすくなったっぽいですね。まあ多分ね、最初の方はね、結構慣れるまで、自分がやっぱ慣れるまでやられちゃうけど、慣れてくると、慣れてくると結構楽になってるかもしれない。俺慣れてきたんですよね。楽しかった。はい、よろしくお願いします。バケットスロッシャー。あ、ジムワイパー味方いますね。なんか3人ジムワイパーとかだったら、濡れないからきついけど。1人とか2人だったらきついんだけど、事故るのは本当に1人以上。3人からきつそう。2人はあるけど、まだ3人はないや、ジムワイパー。一応、派手な武器だからさ、スペースシューター、ワイドローラー、新しい武器も出てくるんだけど、それがあんまり強くない。ワイドローラーに関しては、小鮭しか引けないし、あんまり強くないからさ、どうなんかね、微妙ですよね、今回。上の倒したいけど、柱邪魔で倒せん。倒しといてもらおう。オッケー。結局柱倒せん。オッケー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 。ナイス。いいね。味方が引きつけてくれるのありがたいわ。プレッサーはちょっと行ってあげましょうか。ナイス。行くぞ。あ、危ないよ。ナイス。あー、爆弾死んじゃ、爆弾だよ。モグラ死んじゃったね。オッケーオッケー。味方ジムワイパーで行った。これ倒しておいてあげるか。オッケーオッケーオッケー。あ、来ないか。最後に1個。ナイス。なんか余裕を感じるでしょ。意外と余裕でいける。ナイス。このまま入れて、オッケー。もう大丈夫か。セミちゃん俺が倒しちゃおう。バケツ俺あんま鮭で使わないな、そういえば。ナイス。ナイスでしょ。さあ、スペックにですね。あとジムワイパーが2人か。塗りが厳しいか。威力はありそう。いや、全然いける、全然いける。鮭どこから来るんだろう。そこか。あ、鉄球来てる。鉄球遅くなったよな、歩くスピード。すげえ弱体化されてるんだよ。
ここに歩いてくるの結構時間かかるから大変でしょ。これ倒しちゃうか。正直スピークリで倒すのはおすすめできないんですけど、これでこのまま入れちゃう。納品式納品式。よく味方が投げてくれたの入れましょう。エリア倒しちゃうかな。ほんとなんか来てたよね。爆弾か。爆弾すげえ。爆弾任して。任しなさい。オッケー。で、これ持って。あー、ちょっと邪魔なので、これも倒してみます。オッケー。あと10個か。ちょっと寄せないときついかもな。あー、下に。あ、今の下。あー、危ない、すまれる。今、金網の下だったか。とりあえず3個確保。3個確保した。入れといて。あと2個、あと2個。みんながそのまま、取ってないけど、これが。オッケー、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 爆弾は倒せるね。2個か。1個入れに。あ、ナイスー。ナイス。いや、武器ちょっと濡れないけど、濡れない割には、余裕持って。勝てたんじゃないかな。あー、もう一度。いや、ナイスでした。カニが余ってるぞ。このカニはうまいこと。タイミング難しいよね、カニ。何度かやってるけど、カニって、カニタクシー知ってるみんな。ってなにこれ、リッター?チャージャーか。あー、いい。ロケットペンシルいる。この武器難しかったです。でも俺、スペースシューターとか出てこなかったな。とりあえず、撃ち落としといて、もうカニ使っちゃおう。うわー、肩パッドでカニの頭から。やべ、一個無駄になっちゃった。確かに蘇んないかも、これ。お願い、ありがとう。あー、一個だけはもう入れときますか。残念だけど、カニが無駄になってしまいました、みんな。入れといて。入れといて。はい、あ、奥行ってくれるのありがたい。誰かね、奥に行ってくれると戦いやすくなるんですよ。やれるか。ナイスナイス。これ連れてくるか。あー、うーん、止められちゃ、止められちゃ、止められちゃ、止められ。これカニっしょ。でこそカニ。うわー、危ない。あ、今のナイスの丸倒せてないんだね。あ、意味なかったかに。今日はカニが不発ですね。オッケー。じゃな、あー、もう一度投げとこう。いや、きつい。27個。死なないようにしよう。あ、モグラ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 、みんな待って、モグラ。モグラ来てる、モグラ。モグラこっち呼んだよ、お願い。モグラこっち来て。モグラ、モグラが、ちっちゃ、もうだ、くそー、僕らが来てれば。うー、惜しい。はい、間違えしました。ドンブラコ、よろしくお願いします。先負けちゃったので、勝って終わりたいなと思うんですけど、時間的にはラストの、まあ、勝てば問題ない。スプラッシューター。味方ジムワイパーじゃなくて、クマさんジルシワイパーだね。あ、夜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 。夜初めてじゃない？夜は？ヒョイバイだ。見るわ。この金網前がベスト。ここが一番ベストです。うぃ、全然金のいくら、金の鮭全然来ないんだけど、うぃ、オッケー。金の鮭が全然来なかった。オッケー、来るぞー。倒せるか。金の鮭以外は俺が倒してあげたいけど。でしたら一応何様か。意外と遅いな、来るの。なになになに、ちょっと何で死んだ今。今何でやられた。なんかラグでやられたよね今。初期が飛んだわけでもあるまいし、喋る後ろから来る。え、なになになに、なんかラグくない、大丈夫。でも今これスペシャル使ってもらってるからチャンスですね、このスペシャルは。このスペシャルの間に入れてあげたい。そして俺は打ち続けていかないと。いや、さすがに左からはきつい。あー、危ね。この金網前だと、左から来ることないので。
一番安全。この金網はいいですね、タイルとしたら。うわぁ、耐えろ、耐えろ、耐えるんだ。インクなくなっちゃった、ごめん、もう入れに行こう。ちょっと入れに行き回復して。よし、ノルマ行った。スプラシュートは強いわ。いや、スプラシュートが普通に強い。耐えれる。ヘイバイってさ、シューターいないときついよね。あぶねえ。ふふ。危ねえ、床がやると。危ねえ、危ねえ。さあ、ウェブ1、クリア。グリルもやりたいな。グリルも一応、スプラ2では、ここのね、この場所にみんなでいるってのも。おい、またペンシル来た。ロケットペン来たよ、みんな。はめてから、コアツパン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 ってできるんだけど、もしかしたら竹の方が強い。あ、まあ、でも威力は出るな。威力と連射力はある。ただ癖が強くて、難しい。また倒して。よしよし、これ持っていこう。あ、来るか？モグラ。あ、モグラ連れてきてくれたらありがとう。さっきモグラ連れていかなくて負けたから。モグラしっかり飼いならさないとね。倒して。で。オッケー。一発しか溜まってなかった。今考えて黙ってやってたのに。オッケー、任して。あ、これ、ついてきている。オッケー。まあ、少し、もう少しでも連れてきたいな。難しいね。動きが難しい。うれうれうれ。連発連射連射して。これ持ってきてくれるんじゃない上の。あ、来てる来てる。あ、でも左側行っちゃった。これ無理だな。一応倒しておくけど。奥に当てんだよね。ナイスナイスナイス。うん、ナイス。はい、塗った塗った。はい、ナイス。待って、ロケットペン楽しいけど難しい。絶対貯めないと発動できないもん、5発。まあ、貯めてからは、まあまあ強いけど。面白い。面白いんですけど。ラストだ。これ勝てば、勝ちだ。気合い入れて、ナイス玉なんで。トライストリンガーし、こう。いや、しかも満潮じゃなくなっちゃったな。しかも下だ、今度干潮だ。いや、でもいろいろできた、いろいろできた。干潮も大事だし。誰か、プレッサー置いてきてくれ。いやー、お願いします。ありがとうございます。生きるべきシューターしかいないけど、シューターがあっち行っちゃったから。これ倒して。いや、邪魔だな、これ。倒したいのにな、UFO。はい。はい。ナイス。あ、ヘビ来てる。ヘビ味方の方だね。一球打たれてるけど、ジャンプして受けれるので。なんとかなると思い、いやー、押されたか。火力が瞬間火力だ。近くの対決どうしようか。助けてくれ、誰か。助けてくれ。いや、もうこれ使っちゃおう。使っちゃいます。痛いです。鉄球誰だ、打ってくんの。もう鉄球押さえてもらって、ただここにめっちゃ溜まってるのは最高ですね。最高ですね。めっちゃ溜まってますね。はい、27個いきそうですね。お、ナイスナイス。痛い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 。あ、なんだかんだ艦長いけるじゃん。うっういで、ナイス様使っちゃおう。うい、強い。はい、強い。はい。死ななきゃいける、死ななきゃいける。死ななきゃいける、死ななきゃ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、でも死ななきゃいける、死ななきゃいける。よーし！よーし、勝った！嬉しい、なんか、新しい新シーズン楽しいぞ、みんな。やってみてくれ。縄張りもやったし、鮭もやってみたら、なんか違うゲームみたいな感覚でできると思う。やっぱ武器が一気に追加されたってのもあるし、新しいステージってのもあるし、ビッグラン楽しみですね。